昔ある村に一人のおじいさんが住んでおった。おじいさんはある朝起きて井戸端へ行ってみると、ちょうど蛇がカエルを飲み込もうとしている場面に出くわした。優しいおじいさんはかわいそうに思い、蛇に向かってこう言うた。そのカエルを逃がしてやれ。そうすればお前の言うこと何でも聞いてやるで。それならお前んとこの娘を一人嫁にくれるか、娘を一人わしにくれるか。おじいさんは相手が蛇じゃと思うて気楽に、おお、ええとも、ええともと答えました。それから何ヶ月というもの、別にどういうこともなかった。ところがある日の夜のこと、おじいさんが三人の娘たちと一緒に眠っていると、誰やら表で戸を叩く音が聞こえた。おじいさんが立ち上がり土間に降り立ってみると、一人の男が立っておった。娘を嫁にもらいに来た。おじいさんはほんに驚いた。まさかあん時の蛇が本当に嫁をもらいに来ようとは。はよお嫁をよこせ。まだどの娘をやるか決めておらんけに。そうか、それなら次の満月の夜また来る。男はそう言って引き上げていった。おじいさんはもう恐ろしさでその場にしゃがみ込んでしもうた。それからおじいさんはどっと寝込んでしもた。恐ろしさと不安で夜もろくろく眠れんかった。約束した満月の夜はだんだん近づいてきた。ある日のこと、おじいさんは枕元に三人の娘たちを呼んだ。なあ頼む。誰かあの男のところへ嫁に行ってくれ。おら、蛇のところへなんかよういかんでよ。おらもよういかんでよ。一番上の娘と二番目の娘はそう言った。ところが三番目の娘は、おっと、おら言ってもええ？なんと？おら、夫が蛇と約束してしもうたんじゃもの。行かぬわけにはいきませぬ。安心して養生してください。こうして末娘が蛇のところへ嫁に行くことになった。それにしても末娘にしたところで蛇のところへ嫁に行くなど恐ろしくて仕方がない。ところがその夜、末娘のところへこの間のカエルがやってきて、私は先日おじいさんに命を助けられたカエルです。恩返しにあなたに知恵を授けましょうと、そう言いましたそうな。さてこうしていよいよ満月の夜がやってきた。男は娘を迎えに来たが、娘はおじいさんに何
ぞ嫁入り自宅をと言われたが、カエルに教えられた通り、大きなひょうたん一つと針を千本買ってくだせえとそう言いましたそうな。そうして娘は大きなひょうたんと針千本担いで男の後からついていった。山の奥深くへ来た時のことじゃった。ちょっと水が一口飲みたくなったけ休ませてくだせ。お前さん、私を嫁に欲しいならこのひょうたんを水に沈め、この針をみんな水に浮かばせてみせなさい。正体を表し娘に迫ってきた。娘は慌ててそばの社へ駆け込んだ。女め、娘は社の中に入ると扉を紐で固く結わえました。ところが蛇は社に体を巻きつけ締め上げ始めた。今にも社が壊れてしまいそうになったとき、どういうわけか急に静かになった。誰？娘がこわごわと扉を開いてみると、なんとそこには無数のカエルたちがおった。やがて死んだ蛇の体がずり落ちてきた。カエルたちの一匹が言うのに、危ないところでしたね。これでやっと本当に恩返しができました。私たちが集まって力を合わせて蛇の腹を食いちぎったのです。娘の嬉しいやらほっとするやら、こうして娘はまた無事に我が家へ戻ることができましたそうな。そして去る立派な若者のところへ嫁にもらわれて行き、いつまでも幸せに暮らしましたそうな。達者でのう。
での。それにしても、ほんに、恩に熱い、カエルの恩返しの話じゃった。